じゃあ先生よろしくお願いします。お願いします。はい、さつきチャンネル2回目の撮影なんでございますけれども、撮影しているのは12月なんですけど、これ放送されるのはちょっと年明けになると思いますんで、ちょっと2024年についてお話ししていければと思います。はい、国会議員の年末年始のスケジュールってどんな感じなんですか？まずできる限りはご挨拶です。年末のご挨拶、年初のご挨拶で、忘年会や新年会でのこともありますが、私の場合は全国区でたくさんの団体に推薦していただいているので、まあ、そういったところを挨拶回りで、向こうさんも来られるんですよ、事務所に。だから28日まで開けてるのはそのせいで。どんな方々が来られるんですか？まあ、大体私税調の副会長で政調会長代理ですから、業界でもこの租税特別措置直してくれとか、住宅ローンどうしようとかね、でその要望を正式に受けて税制当局、財政当局とお話しして実現させるのが、まあ、一つの仕事なの でその方々が来られるし、まあ、全国の片山さつきのファンでいてくださってる方もポツポツ寄っていただいて、その中には県議さん、知事さん、市議さん、市長さん、まあ、そういう、各省庁に要望に行きがてらに、まあ、うちにも寄って今年もお世話になりましたとか言って、地元のお土産を置いていったりくださるので、こんなになっててで最終日はほら、うちはまた朝生だから、年末年始の先生休みないですね、本当に。あ、まあでも今日もこうやって昼ぐらいから出てこれたし、そうやって時々開けるんですよね、うん、まあ、ちょっとはね、体休めないとですよね。年始ちょっとスタートしたらどういう感じになりますか？先生方の動きでも全然いいんですけど、はい、皇居での年始のご挨拶っていうのがありまして、国会議員は通常だと全員お呼ばれするんですけども、そこに伺ってから、まあ、それ夫婦で呼んでいただけるんですけど、うちはうちの考え方で初詣を靖国神社にさせていただいているので、内宮参拝して、私たちはみんなで靖国を参拝する会にはあえて入ってないんですよ。だから私全日本仏教会の推薦人なんで。だけれども、その私が保守系であるっていうことは仏教会の方も評価していただいているので、こういう機会に参拝をしております。でその後渋谷区の仲間たちと明治神宮前に立つっていうのもやってたんですけど、まあ、今年はちょっと理由があって、渋谷をベースとする選挙区のうちの支部長が大変そうなんで、私がそこに立っちゃって間違われてもいけないから、今年はやめようかなと。つまり今年選挙ありそうじゃないですか、どうも。仕事始めみたいなおっしゃるのはあるんですか？自民党の仕事始めって今年来年、まあ、つまり、2024年やるかどうかは私この時点で聞いてないけど、やるんだったら行きますよ。まあ、ただその時間にまたよくあることは、大変有力な団体のその新年会が重なったり、それから地元の方でも、私の場合は静岡とか愛知とか、地元東海地方にも地元持ってるんですよね。東京、埼玉、千葉だったらパッと行き帰りができるけど、そっちと重なったらいけないってことも過去にはあったけど、毎年そこで総裁や幹事長と写真撮ってましたね。はい、じゃあもう、ね、だから安倍さんのと一緒の写真とかもいっぱい残ってますよ。亡くなった細田さんともあるし、細田さんは和服が好きだったんで、繊維科で和服に詳しかったんで。へえ、うん、もうそれで毎年 Facebook に載っけてるから、もう検索したらいっぱい出てくる。だから SNS っていうのはある意味で日記ですよね。年末も年始もやっぱ挨拶に始まって、挨拶をずっと続くみたいな、そんな感じなんですかね。そうなんですよ。それが私たちの、まあ、日常というか、まあ、あんまりそれはなさらない方もいらっしゃいますけど、一通りは皆さんなさいます。まあ、はっきり言ってそういうことが私は好きな方だけど、まあ、あんまり好きじゃない議員さんもいるにはいるんですよ。それほど好きではない方っていうのは、もう 1,2 割ははっきりいらっしゃいますよね。でもそれでも当選するからすごいと思いません？そうですね、はい、確かに。策がロジカルとか、いや、選挙区選挙だと、もうその当落っていうのは相手が自分より強いかだけなので、強い相手が出てこないようだったら必要ないんですよ。なるほど。じゃあどこでこう攻めていくかっていうのも、そうですね、それ相手次第なんですよね。うーん、
激戦区みたいなところで戦おうとしたら当然力が必要になってくるってことですよね。そうですね。で、激戦区だとやっぱり地元の方もこうどっちが勝ちそうかって見ていて、今自民党政権というか私たち与党ですけれども全部呼んじゃうんですよね。例えば自民、民主系、それから維新系か富派系か、まあ第三、全部いたら全部呼んじゃいますよね。いろいろ聞けちゃったんですけど、先生ここでちょっとお正月と聞いてこう連想するものについてこう一般的にアンケートを取ったものがあるんですよ。はい。でごめんなさい、ちょっと見ていただきたいんですけど、おせち料理とか。ああ、わかりますね、はい、それは本当に日本人の知恵で、こればかりはお正月以外は食べないというか召し上がりませんもんね皆様。はい。お雑煮もそうですし、お餅もまあ他の時も食べるけど圧倒的にお正月しか食べない人もいますよね。だから年賀状が下がっちゃったねやっぱり。まあでもおせち料理、お年玉、初詣っていうのは、例えば地方に実家があって帰る人っていうのは、まあそれは帰ったら絶対やるよねみたいな、まあ親の顔見て絶対やるよねみたいな、年賀状が年賀メールになりましたよね。そうですね、確かに手紙を出す人減ったっていうのと、これちょっと気になったんですけど、先生たちって年賀状って出せないんですか？一定の制限がかかるんで、で私は業務報告のようなメールを定期的に出しているので、年末の時期と年始の時期に、まあ、ある程度間を置いて仕事が始まった後に出すようにしてます、メールで。あ、メールですね。だからその年明け1号のメールですけども、単に明けましておめでとうのことだけを言ってるわけじゃないというか、まあ政治家から物もらってそれだけで嬉しいって人はもういなくて、もう役に立つ情報が入ってるかどうかっていうのが決め手で。へえ。片山さつきファンの方はみんなそういう人なんですよ。単にいかにも出しましただけっていうよりは、初中見舞いとかちょっと見たんですけど、その直筆だったら OK みたいな、そういうとこあります。なんかそれはあれですか、やっぱり何かをこうお願いしてるように見えちゃうからってことなんですかね。まあ日本の非常に厳しいその選挙制度、公選法でそこまではしない国の方が多いので、ただそれをやることによって多分選挙の費用が選挙中、選挙終わった後含めてかからないようにしようとしてるんでしょうね。絶対に出してもいいってことのお墨付きが出たら、もうしょっちゅうそのさっき言ったら3人からハガキが来て、まあ、有権者から見たら鬱陶しいとしか思えないっていうふうに。でしかもハガキだったらお年玉番号とかついてるじゃないですか、あれをプレゼントしたみたいになっちゃうんですかね。まあそういうハガキ使わない方も結構いるから、どっちなのかっていうのはあるんで、だからそういう年賀状事項の挨拶は直筆ならばいいっていうのは。いやそれびっくりしました。あとちょっと気になったのがお年玉ですね、ええ、でこのお年玉もこう政治家は子供にお年玉あげていいですかみたいなクエスチョンがあって、はい、なんか細かく決まってるみたいですね。なんか近所の方々いたらちょっとあげちゃいそうですけど、だ近所の方はもうそれはしないんでしょうね、有権者でしょうから。あ、まあでも地方に選挙区があって、東京が事実上お家っていう、東京に立派なお家がある方って結構いらっしゃるんで、その場合は微妙ですけどね。普通の贈与、要するに有権者じゃないですから。そこら辺もやっぱりもうなんか知らない間にやっちゃう場合もあるじゃないですか。なんかいや知らないことはないでしょう。だってたまたま運悪くその中に自分の選挙区の住民がいて、その人もその辺に住んでたっていうことがなければ、普通はそのご近所の方はご近所の政治家の選挙区ですよね。ことはやっぱ疑わしいのは全部こう避けといた方がいいと、ね、まあそうでしょうね、避けますでしょそれは、先生おせち料理食べれる時間あるんですかね。4月1日から1日は必ずいただきます。あ、なるほど。それはどこかこう決まったところのもの、はい、いやそれはもう何年もうちのある地域の後援会長さんが必ずお世話になった方に非常にいい某デパートのこの30のを送ってくれて、うん、私にもついでに送ってくれるので、それと水産加工の推薦人なんですよ。でもともとの地元だった静岡でも
水産仲卸とか強いですから、まあ、その方々が支援者で、その伊達巻の一番いいのが入ったとか、そういうのもまた来るんですよ。それと片山家は岡山なので、私は関東の人間なんですけど、嫁いですぐに母に岡山風のお雑煮を習って、でそんなに難しくないんですけど、お餅は丸餅で焼かないんですよ。透明のおつゆですよね。ただお醤油味系なんだけれども、関東のお醤油よりもやっぱり薄口というか、特徴があるのは味噌味の上に丸餅の中にあんこが入ってるっていう関西の一部が、ちょっと想像できます？お雑煮でですか？意外と美味しいんですよ。へえ。味噌味で丸餅の中にあんこまで入ってるってとこが全然想像できない。てんこ盛りで味噌味でも食べてみると美味しいですよ。結構甘じょっぱいって感じになるんですかね。まあその中のあんこが抑えめだからね。新年会ってのはあるんですか？あ、新年会は1月いっぱいか2月の初めぐらいまでに、そうですね、もう何十じゃきか、全部出てたら多分何百になるんですけど、それは不可能なのでうんうん、うん、確かに。いや、忘年会、新年会、あとよくこう歓送迎会とかいろいろあるじゃないですか、はい、なんかそんなの行き出したらキリがないと思いますし、でもそういうのを政治家の皆さんにやられてるのかなとかっていうのはちょっとみんな気になるかなと思いまして。私の場合はお世話になってる団体はその全国の新年会に行くのはマストで、まあ、それ以外でもまあ、東京と全国と別にやる方もいますから、団体もありますから、あるいはその近辺ですね、神奈川千葉埼玉とか、あるいは静岡愛知とか、その辺は行ったり、たまたま招かれてそこで講演をしてくださいみたいな話もあるので、その場合はそこにも行っているので、まあ、すごい数になります。そういう場合ってお支払いってこれ割り勘になるってことなんですか？ご招待をいただいてる場合はご招待になるんですよ。私たちほとんど食べませんし、はい、結構その会というで会費がある場合はちゃんと会費を出して、でそれで領収書をもらって、それをちゃんと透明性を持って申告をしております。だからミスらない限りは書いてあります。なるほど、会費制とかっていう考えもあるんですね。確かに会費制もありますよ、はい、24年ちょっとどんな感じにされようっていうイメージあります？いろんなことがあったんですけど、今年が2024年の辰年のぼり竜で、日本経済の転機もうすごいスパートができる年なんですよ。それでずっと円高だった時期に、海外に出てってしまったその自動車産業とか鉄鋼の一部とか素材とか、それから半導体を日本に取り戻す、まあ、日本のその地方が製造業が元気になる、もうそれから投資がドンと増えるっていう意味で全くパラダイムシフトなんですね。でそのための道具立てを作るためにもう10、11、12月と必死にやってきたから、それを今度は法律通して実行させてやらなくちゃいけないんですよ。だからそこまで、まあ、政治は大変なんだけど絶対にこれはやりきらなきゃいけないと。でやりきって、あとは民間の方に実現してもらうためには伝道師として我々地方に飛ばなきゃいけないと、まあ、その心意気のある政治家はねと思っております。今年も視聴者の皆さん含めよろしくお願いしますっていう形で、はい、よろしくお願いします。はい、最後締めだけちょっといただいてもいいですかね。はい、辰年もさつきのぼり流、日本頑張れ。